さあ今回はですね、はい車のですね、まあ、世界で1台のみのカラーを持つランボルギーニ三浦、ランボルギーニ三浦が競売にというのね、まあ、最初のオーナーが38年もの間所有し続け、現在までにわずか3オーナーである。このランボルギーニ三浦っていうのは、三浦っていうのはどういうことですか？三浦さんですね。三浦さん、三浦さんですけれども日本の方ではないってことですか、ね、日本の方ではなくてね、なんか僕もね、当時は知らなかったですけども、小学校の頃のね、スーパーカーブームの時に、この車、もうランボルギーニカウンタックとか、めちゃめちゃスーパーカー消しゴムとかいっぱい買うててんけど、その時に三浦はランボルギーニ三浦は、三浦さんなんかなって僕も思ってたんですよ。まあ、日本、我々日本やからね、三浦やったら三浦さんというようなイメージがありますけども、三浦さんが作ったんかなと思ってたんですけども、ランボルギーニのねエンブレムが闘牛ですよね、ファイティングブルー、そのなんかそれでね、なんか伝説の闘牛牧場三浦っていうのがあるらしいんですよ。そこのオーナーの三浦さんに、発音は三浦さんなんか三浦さんなんかわからんけども、にちなんで、その、まあ、エンブレムも闘牛やということで、なるほど、その三浦、三浦っていうのはそういう意味合いがあるということなんですね。なるほど。そしてランボルギーニは牛をイメージしてると。まあエンブレムだね。エンブレムだ。で、岸君もこの三浦さん、三浦っていうのはこの牛の牧場、闘牛の牛のね、牧場やったらしいですね。なるほど。まあ、さてね、このランボルギーニ三浦は、カウンタック、まあランボルギーニはカウンタックっていうのはよく聞きますけども、そうですね、カウンタックとはまた異なる優雅さ、そして美しさを持つことで多くのファンを持つ元祖スーパーカーですね。カウンタックはまあ角張ってたけど、三浦はこうちょっと流線形みたいな形なんですね。これはブルーにゴールドという一層エレガントなカラーコンビネーションを持つ三浦 P400SV というのが、まあオークションへ登場予定というようなこと。この三浦 P400SV は1966年の三浦 P400、そして1968年の三浦 P400S に続き、1971年に発売された最終にして究極の三浦という形で発売されたということだから、まあ、生産台数はわずか150台、世界に150台しか生産されてない、そういうことですね。今回このオークションに出品される個体は三浦 P400SV の製造が終了される1973年の1年前、つまり1972年に生産されていますと、いうようなことなんですね。まあ、三浦 P400SV は385馬力を発生する 4LV12 エンジン、これを搭載しており、カムタイミングを変更し、ウェーバー製キャブレターが装着され、レブリミットも引き上げられているというようなこと。SV とはスプリントベローチェ、まあ、これを意味すると、そしてリアサスペンションの変更やワイドフェンダー装着、そしてヘッドライト上下からまつげがなくなる。まつげっていうのはどういうことですか？ラモルギーニ三浦はね、ヘッドライトの周りにこう黒い縁取りみたいなのがあったんですよ。まあ、それがなくなったっていうことなんでしょうね。なるほど。このヘッドライトの縁取りが、まつげというような通称言い方されるんですね。まあ、ヘッドライトね、まあ、みんな目って言ったりしますよね。まあ、エアロパーツとでもね、なんかアイラインとか言う言い方しますし、まあ、そういうような形のこうまつげっていう言い方、これも独特の言い方ですかね。がまあなくなるほど外観上の相違も多く、まあ、固有のファンを持つシリーズとしても有名であると。そしてこの三浦にはいくつか大きな特徴があると。まずは冒頭で触れたこのカラーコンビネーション、タヒチアンブルーにゴールドのホイールとゴールドのロッカーパネルという組み合わせ、なかなかゴージャスですね。これは三浦 P400SV の中でも唯一だそうなんですね。そしてもう一つの大きな特徴が、ギアボックスとエンジンとか個別に独自の、潤滑システム、これを持つと、持つことでこのスプリット散布を持つ三浦は96台のみしか製造されていない。さらに150台の中から150台の中からこの、形が96台のみという形。なおこの時代は、ね、希少価値がもっと上がってくるんですね。この時代は基本的にハンドメイドにて車両が製作されていた
という事情もあって、さまざまな仕様を持つ個体が存在し、うん、スチールではなくアルミボディ、そして、はい、ウェットサンプではなくドライサンプを持つ三浦の存在も、うん、まあ、伝えられているということで、うん、ハンドメイドだったんですね、この時代は。うん、だから、ラインの生産じゃないってことですね。それによって、こう、いろんな個性があると。そうですね。なんか、まだ他にも世界に一台の三浦があるかもしれないですね。さらに、この三浦 P400SV の価値を押し上げているのは、イタリアのヴィンテージカースペシャリスト、クレモニーに、カロッツェリアによるコンクール品質のレストアが、施されていると。ね、そのためにまるで機能、ね、工場から出てきたかのようなコンディションを保っているので、はい、これまでのわずか3オーナーという事実もコンディション維持に貢献しているものと思われるという、まあ、なおこの三浦 P400SV が最初に納車されたのはイタリアだそうです、はい、当時のオーナーはなんと三浦を38年間乗り続けていたと、現時点での走行距離は8万キロ38年間乗って8万キロということ38年乗って8万キロはなかなかあまり乗ってはらへんですね。ここぞという時に乗るということになりますね。まあ、さらにこのランボルギーニ三浦 P400SV を特別にしているのがインテリアであると。はい、まあ、ゴージャスなホワイトレザーという形を持っており、まあ、三浦でこの体操というのは非常に珍しいというようなこと。まあ、オークションを取材するグッディング&カンパニーはこの三浦 P400SV の予想落札価格は最高で425万ドル、現在の為替レートにて約6億1000万円という破格の、予想、価格を、まあ、出しているんです、まあ、これだけ特別な仕様、そして美しさを持っているのであればその金額にも、ね、ちょっと納得できますよね。こんだけの6億という価格ですからね、買えないですね、ここには。非常にこのランボルギーニっていうのはこう、このレトロと言いましょうかね、僕もね、小学校の頃にちょうどスーパーカーブームで、その辺の、スーパーカー消しゴムはいっぱい持ってましたね。なるほどね、だからね、こうランボルギーニ三浦とか、まあ、たまに映像で見たりすると、懐かしいなと、なるほど、そういう子供時代のそういったようなノスタルジックな部分もこう味合わせてくれるというような、一度は乗ってみたいなと車種ね、まあ、伝説の車種というですね、なるほどね、はい、またねこの動画見ていただける方でね、まあ、コメントいただければね嬉しいですよね。はい、はい、ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。